実は成績が上がる受験生ってノートの書き方に対する意識でめっちゃ高いの知ってました？頭が良くなる人のノートの取り方を学ぶことで、昨日の数学のノート見せてってクラスの人気者になってるかもよ。この辺で意識するだけで綺麗に見えるし、もうひたすら板書を綺麗に写すだけみたいな。あの板書野郎になっちゃうと実は学びってあまり記憶残んなくなっちゃうから。あなたは絶対合格できる。どうも、ゆばんです。今回は頭が良くなる、成績が上がるノートの作り方についてお伝えしていきます。実は成績が上がる受験生ってノートの書き方に対する意識でめっちゃ高いの知ってました？例えば東大生のノートの取り方とかってよくね、本で出版されてたりとか、コーネル式ノート術っていうのがね、有名なのあるんですけど、そうやってノート術ってすっごい研究されてきてるんですよね。私も受験生の時ってすっごいノートの書き方とか記述の書き方ってすっごい研究してて、まあ、塾で教えてるノートの書き方とか、あとは塾生たちがその取ったノートの実例も見せながら、今回はノート術のことを教えていきたいと思います。頭が良くなる人のノートの取り方を学ぶことで、思わず見返したくなるようなノートが書けるだけじゃなくって、誤字脱字も減るし、計算ミスも圧倒的に減ります。いつの間にか昨日の数学のノート見せてってクラスの人気者になってるかもよ。ノートを書くときっていうのはいかに綺麗に書くかっていうのも大事なんやけど、まあ、それ以上にもうずっと大事なことがあります。それは書いた内容がちゃんと覚えられるっていうことと、テスト前に見直して勉強しやすいってことですよね。まあ言ってみれば当然なんやけどね。字が綺麗じゃないと綺麗なノートって書けないかっていうと、全然もうそんなことはありません。で、字が綺麗じゃなくってもできることっていっぱいあるんですよね。今回は塾生たちが実際に取ったノートとか、私が書いてるノートもですね、中身大公開しちゃって、ノートの取り方説明しようと思います。ポイント1つ目、メリハリをつける。ノートに大事なのって、まあ、とにかく見やすさなんですよね。で、パッて見た時にいつのノートなのか、何についてのノートなのかっていうことが、パッて見て分かんないノートって見返すのストレスなんですよ。例えば数学だったら三角関数についてのノートがここから始まってるよっていうこととか、トピックが分かるようにするってことがすごい大事なんです。だからノートを書くときは、例えば太いと細いのメリハリをつける、あとは綺麗と雑いのメリハリをつける。全部綺麗に書かなくっていいんですよね。あの一部雑でいいんです。あの綺麗の中に雑があると目立つでしょ。だから大事なとこをあえて雑く書くっていうことも大事なんですよ。あとは大きいと小さなメリハリですよね。その大事なトピックっていうのはちょっと大きいの字で書くってことですね。じゃあ具体的に塾生たちのノートで説明していきたいと思います。これは塾生の女の子のノートなんですけど、まあ、字をすごいに丁寧に書いてくれて読みやすいですよね。ただね、あのポイントをね、あのメリハリっていう点で言うと、ちょっともうちょっと工夫できるかなっていう感じです。例えばこれ大逆転の回っていうの書いてますよね。あのミスターステップアップでやってるそのモチベーションアップの回を大逆転の回って言うんですけど、大逆転の回っていう字と本文の字が大きさ一緒なんですよ。なんか大きさのメリハリがなくって、どこからそのテーマが始まってるかっていうのが、まあ、読んだらわかるけどパッと見て目に入ってこないっていうのが、ちょっとメリハリもちょっと欲しいなっていうところです。あとはね、その最初に主題の話が来てて、途中から例えば坂本龍馬とか一郎選手のね具体例が出てきてるんですけど、これもずっとこの流れで同じように書いてるから、ちょっとどこから具体例が始まってるのかどうかが分かりにくい。だから例えばこのその具体例のところの前に EX 丸とかって囲んだりとかして、どこから具体例が始まってるのかとか、私だったら具体例はもうちょっとちっちゃい字で書いたりしますね。そうするとメリハリがついて分かりやすい。もしくは書く場所をちょっとずらす、中にずらして本題でその具体例はちょっと内側から書くっていう風にすると、あのどういう話の流れなのかがパッと目に入ってきやすいから、私ならそういう風に書くかなっていう感じです。で、このノートは私が実際に取ったノートです。もうバーってもうメモ書きで取ったノートなんですけど、あの暗証例文をね、塾生テストさせた時にどうやってみんなに満点取らせようかなっていうのを、まあ、記録するために、研究するために取ったノートです。で、これをこの見開き、まあ、ちょっと 2,30 分ぐらいかけて書いたものなんですけど、あの一人一人ね、その研究してるんですよ。例えば誰々くんだったらこういう特徴があった、でその具体例っていうのをこうやってカッコつきで書きました。で、これカッコつけないとね、どこに何書いてるか分かんないんですよね。でもどういうミスしたかっていうのをこうやってカッコつきで書くっていうふうになったら、その具体例をあの思い出しやすいし、メリハリつくの分かりますかね。メインの内容はここで、サブの内容がここっていうふうになるから、このカッコの書き方とか、その時にどういうカッコを使うかっていうのは自由なんですけど、こういうふうに枠をつけた方がメリハリのあるノートになります。
でさっきの子はずっと内容を羅列して書いてたんだけど、まあ、私の場合こうやってもうバーって早く書くときはとりあえずトピック変わるときはこうやって箇条書きにします。点打つだけでここから内容切り替わってるよっていうのがすぐ分かるから、それだけ内容を見やすくなったりするから、それも意識してやってみてください。ポイント2つ目、ありのままを書く。これ実際に私の失敗体験なんですけど、高校生の時にね、先生がこうバイアスに書いたことをいかに綺麗に写すかっていうことに全力注いでた時があって、でもね、そのいかに綺麗に書く全力注いで完璧に写してたんですよ。で、後で見返した時にあれこんなこと話してたっけみたいな、もうよくあったんですよね。なんでこう思い出されへんのかなっての考えてたんですよ。で、まあ、その時に工夫してやったことがあって、それは先生がその時に言った一言とか印象に残った一言とかっていうのをそのまんま一語一句記録する。それはそんな難しいことじゃなくて、例えばちょっと話が脱線して面白い話してくれたりとか、例えばね、あの生物の先生なんですけど、あのアメーバの図を描く時にそのアメーバの図をその先生がポワンポワンポワンって表現したんですよ。その時の私はポワンポワンポワンをそのままノートに書いたんですね。でそしたらそこを見返した時にその先生がそのポワンポワンポワンって言ってる姿とその時の授業風景っていうのを毎回そのノートを見た時に思い出せるようになったんですよ。だからあこれやと思って、もうその時に印象に入ったこととかちょっと面白いなって思ったこととか、まあ、感情が動いたことですね。楽しい、嬉しい、悲しい、びっくり、切ないみたいないろんな感情あるじゃないですか。話を聞いて感情が動いたことに対して記録する。それは板書とは別に、その授業で覚えないといけない内容とは別に、その場で聞いた感じたことをノートに書くんですよ。で、これは実際にアメリカのある大学でもそういうふうに実践されていて、学生が記録することを、これは授業の内容じゃなくって授業を聞いて自分が考えたこととか感じたことだけを記録するみたいなノートの取り方を実践している大学の学生がいます。それぐらいその感じたこととか学んだことを中心に記録していくことで、そこで学んだことがより吸収できるようになるってことなんですよね。だから板書野郎って聞いたことありますかね。もうひたすら板書をきれいに写すだけみたいな、板書野郎になっちゃうと、実は学びっていくらノートきれいに書いても浅くなっちゃうし、あんまり記憶に残んなくなっちゃうから、そうやって印象に残ったことを一語一句一言でもいいんですよ。先生の一言を記録したり自分が思ったことでもいいから、一言でもいいから書くっていう風にすると思い出し方が全然違います。そんな感じでありのままを記録するっていうことをやってみてください。これはさっきもお見せした私の暗証例文の研究ノートなんですけど、例えば塾生がどういう失敗をしてて、その時に私がしたアドバイスはもっと改善できたなっていうことを、こういう風にアドバイスしたらよかったなっていうこともそのまま全部書くようにしてるんですよ、その時に思ったこと。例えばここ見てください。ここはその時に塾生がしてた実際の間違い、どういう風に間違いをしてたかっていうのを具体的に記録してるんですよね。でこれ抽象化してパンってこれ日本語と結びついてないって一言で書いちゃうこともできるんですけど、より具体的に一語一句鮮明に状況を書いていく、書き残すことでよりその情景とセットで思い出しやすくなるってことなんですよね。ポイント3つ目、エアーズをできる限り取り入れる。私のこれも失敗談なんですけど、ずっと文字ばっかり書いてるノートってこう見直してもあれ何書いてたっけっていうのを一生懸命全部読まないと内容がなかなか思い出せなかったんですけど、どうやったらもっと早く見直せるかな、反復できるかな、思い出しやすいかなっていうのを研究した結果、1ページあたり最低1つは絵とか図を入れるっていうのをやってました。絵とか図ってそこにすごい情景とかイメージが残りやすいから、その絵とか図を描くことでそのページに書かれている内容っていうのを一気に思い出しやすくなるんですよ。これは塾生の男の子のノートです。これは図もないしトピックも書かれてないし、ちょっといろいろ突っ込みどころはあります。でも図とかね、絵とかがあったらもうちょっと復習しやすいと思いませんか。ちょっと字が正直綺麗とは言わないと思いますが、ここでその図とか絵を工夫して入れたらもうちょっと見やすいノートになるんですよ。できることもっといっぱいあるよねってことですよね。これもね、塾生の女の子のノートです。こんな感じでね、例えばこうやって四角矢印、これがこうなるみたいな、ちょっと図的になってるの分かりますかね。これすごいいいですよね。全部文章で書いちゃうと一語一語丁寧に読まないといけないけど、これでパッと図的に、スライドみたいな感じですかね、みたいな風にパッと印象で見られるっていうのがすごく書き方として素晴らしいです。あとはこんな感じでいろんな人の絵ですよね。呼吸の話をしてるみたいなんですけど、呼吸をしてる時のこの図とか、
まあ、その例えばその脳の構造の話をしているときに、その人の絵を簡単に描いて、ここにこういう構造があるよって言ってたりとか、まあ、図をたくさん描いてます。これね、何がいいかっていうと、まあ、その情報としてもいいんですけど、パッて見たときに何の話してたかっていうのがもう一瞬で分かるんですよね。でも全部文字で描いてると 一個一個全部読まないと分からない内容が、図を見返すだけで一瞬で瞬間的に思い出せるっていうのが本当にノートの取り方として素晴らしいです。で、これも熟成の女の子の例です。英語の前置詞の話をしてるんですけどね、あのこれね、図をこうやって それぞれの前置詞のイメージをね、図で表してるんですけど、こうやって from は前に返ってくるようなこういう矢印の図があったりしてて、すごい非常に見やすいっていうのと、あともう色の使い方がこれ最高です。これね、赤と黒 のメリハリがついてるの分かりますか？黒はメインの内容、オンとかインとかアトとか、今紹介してる前置詞の書いていて、赤で書いてるっていうのはサブ的な補足の説明ですよね。図とか、このオンはひっついてるイメージ、インは中にっていう風に、黒と赤 そのメリハリがすごいついてるのが本当に見やすいノートと言えますよね。でこんな感じで、そのノートを取るとき、色の使い方もポイントで、やたらめったらいろんな色を使うっていうのはあんま良くないです。色を使うとしたら最高でも2色を使い分ける。あんまりいろんな色使いすぎると、どの色で描こうかなとか迷いが生じちゃうので、これぐらい赤と青で、あと黒っていう風に、色の選び方はシンプルにするのが一番いいです。じゃあここまででポイント3つですね。メリハリをつけるっていうこと、ありのままを記録する、エア図を取り入れるって説明したんですけど、これ最後に私のがね作った教材お見せします。ちょっと教材なんで全部は見せれないんですけど、あのポイントが凝縮されてるんでね、ちょっと見てもらって、こんな感じで細いと太いの差ですよね。あと大きいと小さいの差、わかりますかね。あとはこんな感じで絵を取り入れて、パッと印象で残るように、あの工夫して作っています。あとは全部文章で書くと見づらくなっちゃうから、こうやってまずステップ1、ステップ2、ステップ3という感じで枠囲みで、あの分かりやすく書くように意識してます。で、補足的な説明はこうやって吹き出して書くと、あ、これ補足的な説明なんやなっていうことも分かるので、こうやって吹き出しを使うのもすごくおすすめです。まあ、こんな感じでですね、ノート術ですね、3つのポイント紹介しましたけれども、皆さんも実践してぜひノート通り、工夫してみてください。じゃあポイント3つですね、お伝えしましたけれども、実際にこういう風にですね、ペンを使い分けたり、図を使ってみたりしながら、綺麗なノート、見やすいノートを見返したくなるノートをですね、ぜひ皆さんも取ってみてください。それでは今回はノート術についてお伝えしていきました。実践してみてこう変わったよとか、あったらコメントしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではこの動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。で最近ですね、私ゆばしおりの公式 LINE 開設しました。でみんなに応援メッセージをお届けしていきたいと思っています。で私も受験生の時にそうやっていろんなスタッフに応援の言葉をかけてもらって、本当にモチベーションが上がったりとか、ちょっと落ち込んでてもそこから立ち直れたりとかってして、本当にそれに救われて受験合格していけたので、あのそういったことをみんなにも届けたいと思ってます。ぜひ興味ある方は登録してみてください。それではあなたは絶対合格できる。みんなで合格。ゆばんでした。ありがとうございます。